721系電車は、北海道旅客鉄道が1988年から製造した、近郊系交流電車である。北海道内の電化区間、特に札幌近郊においては、輸送需要の増加が著しく、新駅の設置や列車増発などの対応が図られてきた。当該区間は、伏線ではあるが、対比設備を持つ駅が少なく、かつ、特急列車から、 回送列車まで多様な種別の列車が同一の線路を往来することから列車運転頻度を向上するためには加速、減速性能に優れた車両が必要であった。また、バス、自家用自動車など競合交通機関の存在も無視できず、高品質の旅客サービス提供も課題とされた。従来から同区間で使用してきた百十一軽電車や五十軽客車はこの条件に 対応しきれないため、内外装の使用を一新した新形式として開発された車両が本系列である。1988年11月3日に営業運転を開始した。当初はサイリス体操制御を用いた3両編成を基本とし、札幌駅を中心とする近郊区間で使用された。百九十二年には空港アクセス輸送に対応する六両固定編成が、 製作され、翌1993年からは、主変換装置を採用するなど仕様の変更を重ね、2003年まで製造された。製造は、川崎重工業車両カンパニー、日立製作所、笠戸事業所、東急車両製造にて行われたほか、JR 北海道内部工場で、ノックダウン生産された車両もある。側面方向膜車体は、軽量ステンレス製で、 正面窓直上部に設けた、トーカルを保護ガラスで覆った、全面形状はキハ1 8 3系5 0 0番台に類似する。客用扉は片開き式を、片側3カ所に設ける。北海道の普通列車用車両として、初めて冷房装置を装備し、各社の屋根上に集中式冷房装置 NAU721 型を一気搭載する。側窓は大型の固定窓で、 80社以外は冷房故障時の換気のため一部が開閉できるようになっている。車体の帯色は一般車が萌え着色、U シート車は側ワ総株のみ、濃性赤である。運転席にはプラズマディスプレー単色表示のモニター装置を装備し、JR グループの車両としては初めてワンハンドルマスコンを採用した。制御系は5次車までが主回路のブリッジにサイリスタと ダイオードで構成されるサイリスタダイオード混合ブリッジを使用したサイリスタ体操制御による直流電動機駆動、6次車以降は VVVF インバータによる交流電動機駆動を行う。使用の詳細は講述する。台車は211系電車などの DT50 系ボルスタレス台車を基本に高速走行時の打行動を防ぐ溶断波を設け氷雪対策として 基礎ブレーキ装置を中鉄製輪資料、打機方式として、大切ブレーキを装備した NDT721K、NTR721 型で、枕羽根は空気羽根、軸箱指示は d t 5 0系と同様の円錐積層ゴムを用いる。1000番台からは指示方式を軸量式に変更し、台車形式は NDT721A 型。 NTR721A 型とされた。7 2 1系電車車内室内は、寒理対策として、両開き式の仕切り扉を設けたデッキがあり、客室は前後2室に分かれる。座席は2プラス2列の転換クロスシートで、デッキ隣接部のみは仕切り扉の開口寸法を取る。必要から1プラス1列となる。指定席、U シートとして使用される車両には、 フリーストップ式のリクライニングシートを設置する。8時車では、蛍光灯カバー及びデッキ仕切り扉を廃止し、上空口隣接部の座席を二人がけるオングシートとして、乗客の流動性を向上させている。蜘蛛花721系車、サイリス体操制御車編成の制御電動車で、小樽、石狩東別法の先頭車として蘇生される。制御系更新改造により、電装を解除し、 クハ721系車に編入された車両もある。モハ721系1、車編成の中間に蘇生される電動車で、3両編成の2両目と6両編成の2両目と5両目に蘇生される。1次車から7次車まで製作され、サイリスタ位相制御仕様と、VVVF インバータ制御仕様のいずれも存在する。制御系更新改造により、車に編入された車両もある。 2. 車編成の中間に蘇生される電動車で、小タル4から2両目と5両目に蘇生される。731系電車と同様のデッキなし客室、エアカーテン及び車外スピーカーが装備されている。イベット素子を用いた、主変換装置を搭載する、VVVF インバータ制御仕様で、8次車のみ、製作された。3. 車編成の中間に蘇生される電動車で、三両編成を、 蘇生する必要から一両のみ製作された。回 -5001 編成の中間に蘇生される。イベットを用いた主変換装置は M1 車と同一であるが、編成を組む区百7 2 1 k 6次車、7次車の使用に合わせ、室内は型開き式の客室仕切りとを持つ。4、車サイリスタ移送制御車編成から、更新改造された M 車が該当し、 三両編成の二両目と六両編成の二両目、五両目に組成される。イベット素子を用いた主変換装置を搭載する VVVF インバータ制御仕様で731軽電車などと編成の車両形式記号を統一するため新設された。モハ720軽車5次車で製作された中間電動車でクモハ721型から 運転台を省いた基本構成を持つ。終電装置は搭載しない。海マイナス3100番台編成の小樽、石狩東別法から4両目に蘇生される。制御系更新改造により、全車左派721系車に編入された。区派721系1、車サイリスタ位相制御車編成の制御車で、旭川、苫小牧法の先頭車として蘇生される。 後くらいデッキにトイレを装備する。制御系更新改造により、車に編入された車両もある。2、車 VVVF インバー多制御車編成の制御車で、旭川、苫小牧方の先頭車として蘇生される。後くらいデッキにトイレを装備する。回マイナス1 0 0編成に蘇生される車両のみ座席が、U シートである。3、車 VVVF インバー多制御車編成のオタル。 石狩東別砲の先頭車として蘇生される。七百 721K1、車編成の中間に蘇生される付随車で、朝日川、苫小牧砲デッキに車掌室があり、客室は U シートを装備する。6両編成の小樽砲から3両目に蘇生される。5次車と8次車で製作され、5次車では小樽砲デッキにトイレを装備する。 2. 車 A8 次車編成の中間に蘇生される付随車で6両編成の小樽、石狩東別方から4両目に蘇生される。8次車で製作され、デッキなし客室、エアカーテン及び車外スピーカーの装備などは M1 車と同一の仕様である。小樽型車端部に車椅子対応のトイレを装備する。B 制御系更新車編成の中間に蘇生される付随車で6両編成の小樽、 石狩東別法から4両目に蘇生される。五自社で製作されたモハ七720系車から伝送を解除し編入された車両である。トイレの設備はなく客室仕様も五自社のままである。721系は製作年時ごとにグループ分けがなされ、製作初年の1988年から1年ごとに次車と呼ばれる。本節では製作年時ごとの仕様について記述する。 編成の詳細は、編成、運用説にて記述する。7 2 1系1次車7 2 1系4次車、抵抗機カバーの形状が異なる屋根状に設置された、発電ブレーキ用の抵抗機乗務員ステップの、最左、回 -13 ミニ、回 -42020 年3月5日、札幌駅雲百721系、もは721系、 二十7 2 1九1 9 8 8から1992年に製作されたサイリス体操制御で主電動機は直流電動機の n m t 7 2 1系である屋根状に発電ブレーキ用の抵抗機を設置しており最高速度は時速 120km で下機の3両編成で使用する製作年次ごとに細部の仕様が異なり詳細は 下表の通りである。15から22は2002年に時速 130km 対応改造を受け、車両番号は3000番台に変更された。3015、3017、3019は以前、エアポート用に半室 U シートを備えていた編成であり、自動放送装置を搭載している。17は本系列で唯一、内部工場でノックダウン生産された編成である。 2010年以降、一部の編成には制御系の更新を主とする大規模な改造が施された。詳細は後述する。721系5次社、雲派721系、区派721系、模派721系、模派720系、左派721系6両固定編成用の車両で新千歳空港アクセスの快速。 エアポート用として1992年に制作された。基本仕様は4次車と同一で、新たに中間車のモハ720系、サハ721型が製作された。モハ720型は本、次車のみに存在する形式で、4両のみ製作された。4号車となる、サハ721型に、トイレと車掌室を設ける。番号は100.200番台を付番して、 区別するが、四次車の回マイナス22編成に、組み込まれた中間車3両のみは、在来車の続番で不番された。2002年に全車が、時速 130km 対応改造を受け、車両番号は3000番台に変更された。2013年までに全編成が、制御系の更新を、主とする大規模な改造が施された。詳細は口述する。七百721系。 クハ 721K1993 年から製作された7 8 5系電車の制御システムを採用し、制御装置は GTO 素子を用いた VVVF インバータ、主電動機はカゴ形3小誘導電動機の n m t 7 8 5系である。主電動機の出力増大によって、電動車は編成中に1両のみ組み込む 1M 方式とされた。 このため、雲波721系の設定はない。番号は1000番台に区分された。車体の基本構造は5次車までと同一であるが、客室窓が熱線吸収ガラスに変更され、厚さは従来より1ト、mm、ル、薄い4ト、mm、ルに変更された。蒸気の3両編成を基本単位とする。最高速度は時速1 3 0トルである。 1001から1008は2003年の編成変更で8時車を混成し、6両固定編成となった。詳細は、編成、運用不死を参照。1994年製作のモハ721-1009を含む回 -1009 編成は、直近後継車両のシステム試験に供され、VVVF インバータの半導体素子をイベットに変更したほか、 そもそも即装置を発電ブレーキから電力回生ブレーキに変更し、屋根状のブレーキ用抵抗器は廃止された。2003年の編成組み替えを受けず、1000番台として唯一残存する。また2015年に危機器更新が実施され転落防止ホロの設置、座席の更新も行われた。7 2 1系8次社の左派7 2 1系。 トブクロ窓はない客用扉脇には開閉ボタンを装備模波721系、左ハ721系快速、エアポート編成変更のため2003年に製作した車両である731系の制御システムを採用し、イベット素子を用いた VVVF インバータで主電動機 NMT731 型を制御する。そもそも測装置は 電力回生ブレーキを装備し、屋根上にブレーキ用抵抗器は設置しない。最高速度は時速 130km である。モハ721系のパンタグラフは当初よりシングルアーム式を装備する。製作はモハ721系、サハ721系の中間車のみで、先頭車は千番台編成を組み替えて重当した。編成に蘇生する電動車の使用で、 車両番号を区別し、1000番台の電動車を蘇生した、編成は4000番台、本区分の電動車を蘇生した、編成は5000番台を、不満する。戸袋窓、非常窓が廃止され、従来車と窓配置が変わっている。側面窓は、当初から、ポリカーボネート製である。防雪及び氷塊落下事故防止のため、床下には789軽電車などと同様の、 全体を覆う機器カバーを設置する。一般座席車の室内は、デッキ仕切り扉を廃止し、扉隣接の座席をロングシートに変更して、大型の袖仕切りを設けた。座席の配色は青を基調とする。扉周辺の配置や配色は731系に類似しており、客用扉の上と横から温風を送り込み冷気を遮断する、エアカー店、遠赤外線暖房装置、 ボタン開閉式の半自動ドアを装備する。冷房装置は容量を増大した NAU722 型に変更された。トイレは車椅子対応のため大型化し、3号車となるサハ721型に設置する。UC と車のサハ721型は、デッキ扉を片開き、式自動ドアとし、座席等の内装も大幅に変更された。 もはな721-5001の一両のみは、編成組み替えで余剰となった先頭車と蘇生し3両編成とするため、制御装置や電動機及び、客室座席は他の8次車と同一であるが、片開き式のデッキ仕切り扉が設けられ、客用扉の半自動機能は装備しないほか、8次車の付随車が組み込まれていないため、ブレーキをくれ込め制御は行わない。 そのため他の8次車電動車が車であるのに対し、車と区別されている。U シート設置改造快速、エアポートに使用する編成を対象に、指定席、U シートとして、リクライニングシートか、座席間隔拡大、文字ニュース表示ディスプレイ取り付けなどの改装を2000年11月上旬から実施した。当初は、半室のみの設定で、6両固定編成の4号車及び、 一部の三両編成に設置し、該当車室部の車体体は赤青として識別を容易にした。2003年の編成変更で、U シートは一両の全室に拡大され、室内設備を一新した車両が投入されたほか、エアポートの運用から外れた編成は一般座席へ復元された。現在、U シートは六両固定編成の四号車全車と、 回マイナス1009編成の先頭車に設置される。U シート限定で FM 文字放送が行われていたが、2014年7月31日で打ち切りとなった。時速 130km 運転対応改造2002年3月からの快速エアポート時速 130km 運転に対応するため、同列車に運用する2から5自社について以下の改造を行った。 ブレーキ装置を対応のものに強化、全消灯を HID ランプに交換したほか、陶器の石羽による破損防止のため、客室、ドア窓をすべてポリカーボネート板に交換した。運転席のモニター装置はカラー液晶ディスプレイに更新し、自動放送装置を取り付けている。改造車は車両番号に3000をプラスし、3000番台として区別している。 転落防止ホロ外観制御系更新使用開始から20年以上が経過した初期の車両に対して実施される更新工事で制御装置や手電動機など電装系の更新を主軸とし電力、星コストの低減や車両の延命を図るものである。2010年から JR 北海道、苗穂工場において改造工事が実施された。第一編成として 回マイナス7編成が改造され、回マイナス2107編成として運用されている。また、その後、第2編成として、回マイナス3122回マイナス3123編成が、第3編成として、回マイナス3103回マイナス3203編成が2011年に改造された。 2013年には、回マイナス3101回マイナス3201編成、回マイナス3102回マイナス3202編成も、2016年には回、回マイナス19編成も改造された。制御系は、従来のサイリス体操制御から、VVVF インバータ制御に変更され、模波721型には、リベット素子を装備した。 主変換装置が搭載された。編成中の電動車は1両のみの 1M に T 編成とされ、クモ波721系及びモ波720型は電装を解除しそれぞれ、ク波721系及びサ波721型に編入された。主変換装置の搭載に伴い主回路に回生ブレーキが併設されたことから、クモ波721系及び モハ720系の屋根上に搭載されていた発電ブレーキ用の抵抗器は撤去されている。このほか、全消灯のシールドビームを HID ランプに変更、車両間転落防止ホロの新設や床板の交換など偽装も変更されている。避難は死後設置工事2011年5月27日に赤昌線で発生した特急列車脱線火災事故を受けて、 全編成に避難はしごが設置された。三両編成は、苫小牧、旭川放線当社の客室内の運転席側に、ある数と掛けの座席を撤去し、デッキとの仕切りの壁に設置されたものと、小樽放線当社の製造当初からあった、機器室の中に追加で設置された。苫小牧、旭川放線当社の客室内にあるものは、通常 FRP 製のカバーで覆われている。なお、 この改造に伴う座席の向きの固定は行う。なお、回マイナス1 0 0 9編成のみ、UC と車内の荷物置き場に設置されている。6両編成は、各戦闘車の貫通扉部分に立てかけて、設置されている。3両編成とは異なり、FRP 製のカバーは設置されていない。当初ははしごのみが設置され、戦闘車の貫通部分を、 外から見ると黄色いカバーが目視できていたが、現在は各編成とも貫通扉のポリカーボネート窓の梯子が接触する部分に黒いシールが貼られている。改造は2012年度中に行われ、全編成の各戦闘車に一つずつ設置された。その他の改造全135両が札幌運転所に配置され、以下の列車で使用される。5自社まではサイリスタ制御。 六次車以降は、VVVF インバータ制御であり、編成番号は、中間電動車の番号に識別記号を F を付加した番号で、3両単位で付番される。六両固定編成は、前後の3両が各々別の編成番号を持つ。1989年以降の一時期は、臨時休行列車にも使用された、二千十二年六月一日からは、殺傷線への乗り入れを開始し、 同年10月27日からは、快速、エアポート用の編成も石狩り別まで乗り入れるようになった。この際は、エアポート運用時に U シートとして使われている4号車の座席はすべて自由席扱いとなり、乗車券のみで利用できる。2014年8月30日のダイヤ改正では、箱館本線で残存している711系。 電車上下合わせて30本の運用のうち16本が本系列に置き換えられ朝日川まで乗り入れるようになった。かつては区間快速、石狩ライナーとしての運用もあったが2020年3月14日ダイヤ改正で廃止された。731系との並結運用列車基本的に運用は731系、733系、0番台。 735系と共通であり、3両編成、あるいは2本を連結した6両編成で運転される。基本的に普通列車に使用されており、新千歳空港駅には早朝と夜間の普通列車のみ、乗り入れている。時速 130km 対応編成は、快速、エアポートの運用に入ることもあった。 721系二次車回 -1 回マイナ6及び回8回14初期の1.2次車の編成で3両編成13本が在籍する。721系3次車回3015回30213両編成7本が在籍する。2から4次車を2002年に時速 130km 対応改造した3000番台の編成である。 2014年現在では、回 -1 回 -14 編成と共通に運用されている。2003年までは、札幌、小樽方の産両として、エアポート運用があり、回 -3015 回 -3017 回 -3019、30編成は新千歳空港方線等車の搬出を U シートとしていた。2003年の運用変更で、U シートは、 普通席に戻されたが、当該車両は床の模様が他の車両と異なるため識別は容易である。また、この3編成は自動放送が設置されている。一時的にエアポートの運用に用いられ、U シートのない新千歳空港方の3両の運用に入ることがあった。回 -3021 編成は2016年の6月頃までは運用から外れ、 札幌運転所構内に留置されていたが、7月頃から運用に復帰した。番号の新旧対比回 -2107、編成回 -21073 両編成1本が在籍する。2010年に回 -7 編成を改造した編成で、VVVF インバータ制御仕様である。番号の新旧対比戦闘車、区波721-1009が、 ユーシート社の会 -1009 編成イ -1009 参両編成一本が在籍する。2003年に編成変更されず残存した唯一の千番台編成である。新千歳空港法戦闘車の全室が U.C. シートに改造されている。快速、エアポートの予備編成的存在で通常は一般の参両編成と同様な運用に充てられる。以前は 他のエアポート編成の検査などがある場合は、エアポート運用にも使用された。だが733系増備に伴い、2013年から2015年まで運用を外れ札幌運転所構内に留置されていた。その後床下機器を改造し2016年2月から運用に復帰した。復帰後は733系3000番台6両固定編成が増加したため、 エアポートに充当されることは、稀となっている。改造後の VVVF インバータは、回 -2107 のものと外観が似ている。単独で運用される回 -5001 編成回 -50013 両編成1本が在籍する。2003年の編成組み替えで年出された1000番台の、戦闘車2両に、申請した8次車の電動車、もは721-5001を蘇生した3両。 編成である。2014年末の7 3 3系3 0 0 0番台増備と、それに伴う7 1 1系運用の置間前は、回 -1000 級編成と連結した6両編成での運用が多かったが、それ以後はあまりそうした運用は見られない。区ハ721-5002は、全面ステップが左右逆に取り付けられている。番号の新旧対比全編成とも、 普通車指定席、U シートを4号車の全車に設定する。733系3000番台と共通で、快速、エアポートを中心に運用される。他車との並結は行わないので貫通ホロを装備していない。回マイナス3222回マイナス3 1 2 3六両編成1本が在籍する。1992年、3両編成であった4次車。 回十二編成に中間車三両を組み込み六両固定とした編成である二千二年の時速百三十キロメートル対応改造で回 -3022 回千二十三編成と改められさらに二千十一年の制御系更新改造により現在の編成番号となった編成は以下の通りで四号車の左派七二一の三二二二二。 有シートを設定する。回 -3222 編成は6両編成の小樽型3両。回 -3123 編成は新千歳空港型3両である。番号の新旧対比回 -3101 回 -3201。 軽回マイナス3103回マイナス3203721軽回マイナス3103編成ほか1992年生のご次車である6両編成3本が在籍する1992年に6両固定編成で製作された5次車を2002年に時速 130km 対応改造し3000番台化した編成である 回マイナス三千百三回マイナス三千二百三編成は二千十一年に回マイナス三千百一回マイナス三千二百一編成と回マイナス三千百一回マイナス三千二百2は二千十三年に制御系更新改造を受けサイリスタ制御から VVVF インバータ制御に変更された編成は以下の通りで4号車 回マイナス三千百0番台は六両編成の、新千歳空港型三両、回マイナス三千二百番台は、小樽型三両である。番号の新旧対比七百二十一系回マイナス四千二百二編成他中間の二両が二千三年生の八次車で、ある回マイナス四千百一回マイナス四千二百一回マイナス四千百四回マイナス四千二百四六両。 編成4本が在籍する。2003年の編成変更で、1000番台の6両編成3.4両目の、先頭車を8次車の付随車2両に組み替え、6両固定とした編成である。電動車は、従来の1000番台仕様で、ブレーキ遅れ米制御を持たないため編成の前車を4000番台として、区分する。編成は、以下の通りで、四号車の左派7 2 1 4 2 0 0二。 有シートを設定する。回 -4100 番台は6両編成の、新千歳空港型3両、回 -4200 番台は、小樽型3両である。番号の新旧対比721系回 -5202、編成他中間の4両が2003年製の八次社で、ある回 -5101 回 -5201。 回 -5103 回 -52036 両、編成3本が在籍する。2003年の編成変更で4000番台編成の蘇生で捻出された1000番台先頭車2両に八次車の中間車4両を組み込み6両固定とした編成である。申請した電動車の制御システムが従来車と異なり、ブレーキ送り込め制御を行うため編成の全車を5000番台として、 区別する。編成は以下の通りで4号車の左派721-5200に U シートを設定する。回 -5100 番台は6両編成の新千歳空港型3両、回 -5200 番台は小樽型3両である。番号の新旧対比2015年3月20日に発表された安全投資と修繕に関する5年間の計画で、 2020年以降一部初期車の老朽廃車取り替えを行うことが発表されている。2018年11月頃からエアポート編成に公衆無線 LAN サービスを導入。2020年までに全車両に導入される予定。2019年4月9日に発表された JR 北海道グループ長期経営ビジョン等において2023年度から2024年度に かけてエアポートでありがとうございます。